今回もバーチャルレガッタ講座で勉強するぞ。勉強するのはヨットレースのルール。ルールはチュートリアルで軽く学んだけど、実際にレースをしてみてもっと詳しく知る必要がありそうだと感じたのだ。どんな競技でも勝つためにはまずルールを深く理解しておくべきだと思うのだ。うわわ、こんなにたくさんルールがあるのか。チュートリアルで学んだのはせいぜい4つくらいだったよな。倍以上あるぞこれ。1回で全部は覚えられそうにないな。まあ時間がかかりそうだし、グダグダ言わずに中身を読んでいこう。リアルなヨットレースルールの背景。提唱問わず世界共通で使用するヨットレースのルールブックを RRS レーシングルールズオブセーリングという。ルールブックは基本的に有料だけど、古いバージョンなら無料でネット上に公開されてるらしいのだ。 VR では RRS に準じて簡略化された VRRS というものが採用されている。でもその複雑さゆえにおかしな判定がしばしば見受けられ、ルールエンジンには常に修正が試みられている。とはいえそのルールエンジンによる判定には逆らえない。またルール以前に船乗りとして安全第一、接触回避、シーマンシップという重要なマナーがある。実際 RRS 第1章1条で書かれているのは安全に関すること。バーチャルであってもなるべく船をぶつけないようにした方が良さそうだな。このページの説明と表記。ヨットレースのルールは奥が深いけど、このページでは初心者のために正確さや詳細さは求めず、分かりやすさを求めている。説明を簡略にしてくれるのはありがたいのだ。このページに出てくる図では航路検定は緑色、航路検定と衝突しそうな時に避けるべき非航路検定は赤色で描かれる。航路検という単語は初めて聞いたけど、読んで字のごとくという感じだし、なんとなくわかるのだ。この下に書いてある基本の航路検4か条とやらを見ていこう。中条、ポート艇はスターボ艇を避ける。艇が反対タックの場合、ポートタック艇がスターボードタック艇を避けていなければならない。これはチュートリアルで学んだから知ってるのだ。図だけ少し確認して次へ行こう。11条、風上艇は風下艇を避ける。艇が同一タックでオーバーラップしている場合、風上艇が風下艇を避けていなければならない。ルールは知ってるけど、オーバーラップは初めて聞く単語なのだ。オーバーラップとは先行艇の後端より後続艇の先端が前に出ていて、前後関係が重なっている状態のこと。図を見るに、オーバーラップしてるかどうかはヨットの後端から真横に伸びる仮想の直線によって判定されるらしいのだ。風下艇とは風向に対して縦位より低い艇という意味ではなく、縦位の方が張り出している側にいる艇という意味。これで11条への理解が深まったぞ。12条、後続艇は先行艇に追突してはいけない。艇が同一タックでオーバーラップしていない場合、クリアースターン艇がクリアーヘッド艇を避けていなければならない。新しい単語がまた出てきちゃったけど、追突しちゃいけないというルールはチュートリアルで学んだから言ってることはなんとなくわかるのだ。クリアースターン艇は先行艇に追いついていない後続艇、クリアーヘッド艇は後続艇に追いつかれていない先行艇。この2つの用語はオーバーラップと一緒に覚えておこう。13条、タック中は権利を失う。艇は風位を越えた後、クローズホールドのコースとなるまでは縦位を避けていなければならない。この間規則10、11および12は適用しない。2艇が同時にこの制限に従わなければならない場合には、ポート側にいる艇または後方にいる艇が避けていなければならない。このルールは初めて聞いたのだ。
タックは風上に向かって舵を切り始めたところからだと思っていたけど、風位を超える前まではこの13条は適用されないのか。確かに風位を超える前に舵を真ん中に戻したりベアしたりすれば、それまでのラフする動きをタック中とは呼べないね。この左の図のようにスタボ艇や風下艇だとしても避けなきゃいけない時があるらしい。細かいところまで覚えられそうにないから、タック中は縦をとにかく避けるようにしよう。ジャイブには13条のようなルールはないんだね。以上が基本の航路圏のお話。この後に出てくるルールは少し難しいのかな。18条、マークルームは先行艇または内側優先。18.2、マークルームを与えること。えい、複数の艇がオーバーラップしている場合、外側艇は内側艇にマークルームを与えなければならない。ただし規則 18.2 の B を適用する場合を除く。 B、 複数の艇がオーバーラップしていて先頭艇がゾーンに到達した場合には、その時点での外側艇はそれ以降内側艇にマークルームを与え続けなければならない。艇がゾーンに到達した時にクリアーヘッドであった場合には、その時点でのクリアースターン艇はそれ以降クリアーヘッドであった艇にマークルームを与えなければならない。長、たくさん省略されてるのに長いってどういうことなのだ。マーク開口に関するルールはチュートリアルで学んだけど、あれは18条のほんの一部だったってわけか。説明を読んでいこう。開口マークの半径3定針のサークル範囲内をゾーンという。ゾーン外縁に先に触れた方、ただし入る瞬間に重なっていれば因側優先。あ、ゾーンを退出するまで継続する。いずれかの艇がゾーンに入る瞬間にラップ切りのタイトな攻防が発生する。紙マークでは別タックの場合18条は適用されず、スターボ艇が優先される。一方下マークではポートスターボは関係なく18条が適用される。この18条はその複雑さゆえ、リアルのレースでは抗議の種になりやすく、 VR ではしばしば誤判定や疑わしい判定が出るらしい。今はあまり深入りしない方が良さそうなのだ。15条、急な権利取得。艇が航路権を取得する場合、相手艇に対し初めに避けているためのルームを与えなければならない。ただし相手艇の行動により航路権を取得する場合を除く。急なタックで10条のスターボ権利を得る際に、このルールによってスターボ艇が負けることがある。 VRI ではタック完了後1秒程度は15条が有効。このゲームではなぜかジャイブするときに15条は適用されない。スタート前などでクリアースターンから相手艇の風下側にオーバーラップした直後に当てに行くと15条を取られることがある。とにかく航路圏を得る瞬間は他艇にぶつからないようにするのが良さそうなのだ。16条、進路変更しながら当ててはいけない。 16.1、航路圏艇がコースを変更する場合、相手艇に対して避けているためのルームを与えなければならない。 16.2、 さらにスタート信号後、ポートタック艇がスターボードタック艇の後方を通過するように避けている場合、スターボードタック艇はポートタック艇が引き続き避けているために、直ちにコース変更が必要となるようなコース変更をしてはならない。これもさっきの15条のように航路圏に制限を設けるルールだね。避けようとしている非権利艇を妨害したり、相手に避ける余裕を与えないような急激な進路変更をしたりするのはいけない。スターボ艇の後ろを通って避けようとしているポート艇にスターボ艇がぶつかりに行くのは16条違反だけど、 VR では違反と判定されないことが多い。それを故意に利用することは海賊行為と呼ばれ、コミュニティでは非難の的になるらしい。17条、後ろから下に差し込んで登してはいけない。
クリアースターン艇が同一タックの相手艇の風下に自艇の2艇身以内にオーバーラップした場合には、両艇が同一タックで2艇身以内の間隔でオーバーラップが続いている間、その風下艇はプロパーコースより風上を搬送してはならない。ただし、その風下艇がプロパーコースより風上を搬送しても、直ちに相手艇の後方となる場合は除く。この規則は、風上艇が規則13により避けている必要がある間にオーバーラップした場合には、適用しない。プロパーコースとは、できるだけ早くフィニッシュするためのコースのこと。お互いにプロパーコースから外れてお互いに損をする不要なラフィングマッチを防ぐためにあるのがこのルール。そんな17条が適用されない状況が4つある。3つ目までは条文から読み取れることなのだ。ここで注目したいのは4つ目。スタート号砲前はプロパーコースが存在しないので17条は適用されない。これまでに紹介されてきたルールと比べるとちょっと異質な感じがするのだ。14条と 69.1 の A は大事なルールだろうけど未実装らしいからざっと目を通すだけにしよう。その他の実装済みルール。ゲゲ、まだルールがあるのか。複雑なのは勘弁してほしいな。でもその他に入ったってことはあと少しのはず。もう一踏ん張りだね。20条 F50 AC75 のバウンダリ周辺。 20.1 声をかけることと応じること。障害物に近づいている場合、クロースホールドまたはそれ以上風上に向かって搬送している艇はタックするためのルームを求めて声をかけることで同一タックの他艇を回避することができる。艇種やコースによってコースエリアを制限するバウンダリがある。障害物の一種であるバウンダリから3艇身以内のバウンダリゾーンでは内側艇が外側艇のタックやジャイブを阻んではいけない。バウンダリは少し特殊な障害物なのか、風下に向かって走っている時もバウンダリを避けるためのルームを求めることができるんだね。 VR では艇の中心がバウンダリラインの中心線を越えるとコースアウトペナルティーを課せられる。まだバウンダリをゲームで見たことがないし、一部のレースだけにあるようだから20条については頭の片隅に入れておく程度にしよう。21.3 条、更新中は権利がない。 21.3、セールを逆に貼って更新している艇はそうでない艇を避けていなければならない。風位を向いて止まった艇がさらに風に流されて後退し始めると全ての権利を失う。後ろに進むだけでそんな悪者みたいになっちゃうのか。ヨットが風上を向いて止まりだしたら黄色信号ってことだね。気をつけなくちゃ。この 21.3 条が VRRS では 22.3 条として定義されていることにも少し気をつけておこう。31条、マークタッチ。レース中、艇はスタート前のスタートマーク、搬送中のコースのレグの起点、境界または末端となるマーク、またはフィニッシュした後のフィニッシュマークと接触してはならない。開口マークやスタート・フィニッシュ時の運営艇には触れてはならないという分かりやすいルール。 VR ではフィニッシュのマークや運営艇に接触してもペナルティーで減速し始める前にフィニッシュできるためほとんどお咎めなし。減速ペナルティー履行中は他のペナルティーを重複して取られることはない。またペナルティー解消直後に権利艇に当てられた場合、1秒のペナルティー延長で済む。ペナルティー解消直前の艇がこれを利用してマークタッチしながら小回りするのを防ぐために31条だけは新たに9秒間のペナルティーを取られる。ゲームならではの仕様が若干あるみたいだけど、どんな状況でもマークに触らなければいいだけなのだ。チュートリアルの時は操作に慣れてなかったからマークタッチしちゃったけど、この僕が止まっているものにぶつかるわけないのだ。
マークタッチなんて歩いて電柱とかにぶつかるくらい間抜けなのだ。あれ、そういえば僕、歩いてる時に柵の端っことかバス停の標識とかに顔をぶつけたことがあるな。それはもう昔の話。僕は間抜けじゃないぞ。マークタッチなんてするもんか。何はともあれ、レースに必要なルールは大体学べたのだ。ゲームに戻って早速練習を重ねたいところだけど、その前にまだ触ったことのないゲームのモードや機能について調べることにするのだ。それじゃあ、一旦休憩入ります。